カプロニ c a 1 6 1カプロニ c a 1 6 1は1936年に高高度飛行の世界記録樹立に挑戦するためにカプロニ社で製造されたイタリアの航空機である。高高度飛行用の弱っ服を着用したマリオペッツィ CA161 は CA113 の設計を元にした同一翼腹の変翼に2本ずつ支柱を持つ。 スタッガード配置の副容機であり、ヨアップ腹を着用したパイロットは、開放式のコックピットに登場した。1937年5月8日に、マリオ・ペッツィ中佐が高度15,655メートルを飛行して高高度飛行の世界記録を樹立した。翌年の1938年10月22日に、ペッツィは、より強力なエンジンを搭載した、CA。 161ビスで17,083メートルまで到達して記録を更新した。2012年現在この記録は依然としてピストンエンジン搭載の服用機による世界記録を保持し続けている。本機による最後の高度記録は1939年9月25日にニコラディマウロの操縦で記録されたフロートを装着した。 ca-161 ドローによる13,542メートルであった。この記録は2012年現在も水蒸気による世界記録を保持し続けている。出展、イタリアンシビルミリタリーアークラフト1930から1945アパート、フロムウェイツ初限制の ca-154ca-155ca-156ca CA。CA 161CA、162CA 16 16 16、163CA、164ありがとうございます。